私は美咲のビー玉を狙うわよ。っていうかあんた、さっきから私のばっか狙ってない？カノンさんの狙いなよ。線ギリギリなんだから。美咲ちゃんひどいよ。それじゃあ次はハグミが行くよ。ハグミはカオルくんのビー玉を狙って、えい。お、ハグミうまい。やった、カオルくんのビー玉ゲット。見事なコントロールだね、ハグミ。だが、私も負けてはいられないよ。次は私の順番だからね。本領発揮と行こうじゃないか。カオルさん、次は私の番なのに。ん？さっきの子だ。ここにビー玉があるから、あなたも一緒にやりましょう。ね、まずはこうやってビー玉を持つでしょ。そしたら爪でビューって飛ばして。いつの間にか近くまで来てたんだね。ビー玉遊びに夢中になっちゃって気づかなかったよ。っていうか周り見てください。気づいたら公園で遊んでた子たちがみんな集まってきてるんですけど。みんな、見てるだけじゃ笑顔になれないわ。みんなで一緒に遊びましょう。ビー玉はこっちにたくさんあるわよ。ねえねえ、ココロ、よかったね。あの子、すっごい笑顔になってるよ。いや、あの子だけじゃないよ。公園にいた子供たち全員が笑顔になっているよ。ああ、なんとも儚い光景じゃないか。すごいわ。やっぱり私たちの笑顔がみんなに広がっていったのね。うんうん、はぐみもそう思う。笑顔パトロール隊、ミッション完了って感じだね。それじゃあみんなを笑顔にするために次の場所に行きましょう。ん？何かしら。これはさっきあなたが読んでいた漫画でしょ。こんな大事なものもらっていいのかしら。ミッションはどうすんの？おそらくまだまだ続くでしょ、これ。あ、向こうにまた笑顔じゃない人を見つけたわ。これは笑顔パトロール隊の出番よ。ん？あれは、アオバさん？困りましたよ。モカ、こんにちは。ん？おお、これはこれはハロハピの皆さんじゃないですか。今日はハロハピだけどハロハピじゃないわ。笑顔パトロール隊よ。ほうほう、なるほど。ミサキチン、解説頼む。話すと長くなるんだけど。なるほど、それで私が声をかけられたと。モカはどうして笑顔じゃないのかしら。私たち笑顔パトロール隊ならきっと笑顔にできるわよ。いやいや、こればっかりはさすがの皆さんでも。実はとても大事なものをなくしちゃってね。大事なもの？
シーは笑顔になれるのかな。それがそう簡単には手に入らないものなんだよね。多分さすがの笑顔パトロール隊でも見つからないと。おや、その手に持っているのは。これはさっき笑顔のお礼としてもらったんだ。まさかこんなところで見つかるとは。私が探していたのはこの雑誌。この雑誌に私の好きな漫画が連載されてて、先週号が超絶熱い展開だったから保存版にしようと思ってたんだけど、つい電車に置き忘れちゃって、もう売ってるお店もないから、この美味しいパンでも食べて綺麗さっぱり諦めようと思っていたところなんですよ。だったらその漫画マカにあげるわ。いいの？もちろんよ。その漫画だってモカに読んでもらった方が幸せだと思うの。はぐみもそう思うわよね。うん、はぐみもそう思う。いや、さすがにそれは申し訳ないんで。あ、それじゃあこのパンと交換ってことでどうかな。たくさん買ってきてるんで。別にパンはいらないわ。この漫画でモカが笑顔になるなら、私たちはそれだけで十分だもの。笑顔パトロール隊。よかったね、モカチ。いや、でもそれじゃあ私の気が収まらないんで、このパン全部じゃなくて半分交換させてもらうってことで。それじゃあそうしましょう。ありがとうね、モカ。いやいや、それはこっちのせい。